るこれ。撮っていいよ。ちなみに顔映るこれ。暗いねー。今回は、東京の、まあ、あのストリートボールの祭典ですね、あのオールデンにバスステメンバーで参戦していきたいと思います。僕ら静岡住んでるんで、あれそのオールデンの開催地は、東京の代々木公園っていうところでやるんで。なるほど。今車で向かってます。現在の時刻9時半、21時半。遅い、眠いよ。今だ、島だ静岡市ぐらいかな。そう、静岡市ぐらいだね。この後ね、後輩の家に泊まるんですけど、前乗りして、まあ、下万全の状態で試合に臨むっていうことで、チームメンバーなんですけど、まあ、バス捨てから3人行きます、あ、もう最初に言っとくと、こいつお休みです。あのレイアップ外したんで。あ、レイアップ外れる。あれでも首だもんな。そう、首やっぱ勝ちたいから。そう、試合できないからね。俺、ヒロキさんに嫌われるから大丈夫だね。で、2番目が大体自分映して、自撮りで、それが分かるよ、自分。わかるかな。眩しい、見えない。バス停の。で、ここに、まあ、多分明日のね、顔合わせで入るんですけど、チームに誘ってくれた、まあ、ちょっとみんなワンワン見飽きたってすごい言われたんですけど、フーイズメン君が、誘ってくれたんで、なるほど。で、フーイズメン君の所属してるチームの方々と、まあ、初顔合わせなんですけど、まあやってくっていうこと。なるほど。ってことでね、今はまだ静岡なんですけど、多分次はサービスエリアで休憩してるか、もうそのね、本日お世話になる後輩の家にウィーってやってるか、なってるか、どっちか。おー、めっちゃ綺麗に見える。はい、あれから30分、1時間近く、1時間近くですね、経ちまして、なんとですね、まだ静岡です。スッスッ。で、多分次サービスエリア。5日間お世話になります。まあ、12時半です。ただいまの時刻。寝る？寝よう。明日に備えて。え、俺らこれじゃないですか。うん。あきらさんこれっすよ。うん。一対一だもん。ほら、仲良くなって。ガチ寝相悪いよ、俺。おやすみなさい。待って、私の携帯どこっすかね。鳴らすから、後で。今、動画撮ってんだからね。動画用に寝ろ。はい。寝ろ。はい。おやすみ。おやすみなさい。当日です。おはようございます。おはようございます。よく眠れた？頭が痛いです。まだお酒飲んだの？酒飲んでない。なかなか寝らんかった。まずは腹ごしらえですね。ねえ、どう生きた。ここはいや別にいいよ、歩いてて。いい天気。はい、試合会場に着きました。はい、もうこんな感じです。チームメイト、その2、その3、その4。なんかここにマイク来るんだけど、あとここにマイクとショートナッツと、あともう初戦はとりあえずダブルスか。2回戦はちょっとヒヤヒヤさせて、3回戦アンダードックに、アンダードック当たるかな。アンダードック劇的勝利で。いや、
基本的に当たり前だけど、ワイドオープンになったらどんどん打っていいから、全然ポジション関係なく。でそこの人は普通に、そこの人はレイアップのシューターと思うから、もうそこの人は行った時に、あとのシューターは、もしかして都会ってバスケ IQ 低いですか？なんか 俺らがやってるバスケと違うな。さっきの全部取った？一応取っただけで。なんか僕思ったんですよ、終わるな。すごい。多分俺これいつものバスケやんないと多分スペースなくなる。あとそうなんだ、オフェンス全振りだもんね。そう多分ね。俺もこれで自分っていうプレーを見せに行ったら多分終わる。ウィンでもいいし、ウィンだったらみんなで言いたいし、バケットの方でも AK さんがひよっちゃったらそこでも終わると思うんですよ。どうなんだろう。あれエンジン、まあ、エンジン3、2、1バケットで行くからね。3、2、1バケット。俺が3、2、1って言うからみんなバケット。とりあえず 3&D な。そうシンプルやること、走る、俺とスタメン外されました、ね、俺はスタメンすら外されたけど。ベンチが。こうやってみんな